ノーザンプトンは、アメリカ海軍の戦術指揮官。オレゴン式90巡洋艦の4番艦。マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、フォアリバー造船所で1944年8月31日に寄港するが、建造は56.2%が完成した時点で1945年8月11日に中断される。 その後、艦隊機関として運用するための再設計が行われ1948年7月1日に建造を再開、1951年1月27日に CLC-1 としてエドモンド J ランプロンプンによって浸水し、1953年3月7日にウィリアムリー・アービン艦長の指揮下収益した。成長公開に続いてノーザンプトンは7ヶ月間に、 及ぶ、新型機材の評価試験を行い、試験は1954年9月に終了した。その後大西洋で、戦艦、巡洋艦部隊の指揮官任務に就く。続いて1954年10月から11月まで、大西洋艦隊洋陸部隊の指揮官、1954年12月から1955年3月まで、第6艦隊の指揮官任務を務める。 9月1日から10月22日までは打撃軍の期間となり、ノーザンプトンはその後15年にわたって同任務を務めた。1956年2月24日にノーザンプトンはバージニア州ポーツマスのノーホーク海軍造船所で最初のオーバーホールを行う。その後キュ沖で回復訓練を行い、海軍初の誘導ミサイル艦部隊クルーディブ6の一部として ヘリアミサイルのデモンストレーションに参加した。4月になると、第6艦隊との6ヶ月に及ぶ巡航に出航し、同年の夏は海軍士官候補生の訓練公開を行う。その後1961年までしばしば、ヨーロッパ海域への公開を行い、ナト o 軍との艦隊演習と要人の訪問を受けた。ノーザンプトンには、ベルギー国王ボーダン1世やノルウェー王、オーラブ5世を含む、 多数の要人が訪れた。ノーザンプトンは1961年4月15日に CC-1 に監首変更され、1970年2月まで西部大西洋で活動した。ノーザンプトンは国家非常事態水上戦闘指揮所として指定され、ライトが同じく指揮官として指定された。ノーザンプトンは改修が行われ、環境の拡張、 海軍艦艇で最も高い38メートルものコミュニケーションマスト多重リンク通信施設が増設された。ノーザンプトンの巡航はカナダ沖からパナマ水域まで及び広範囲にわたって新型通信装置の評価試験を行い、またケネディ大統領やジョンソン大統領をはじめとする交換や外国交換の訪問を受けた。 ノーザンプトンは1977年12月1日に除籍され、スクラップとして売却、1980年3月1日に解体が完了した。2006年7月29日付のワシントンポスト市の記事では、ノーザンプトンは核攻撃を受けた際に大統領が非難する浮かぶホワイトハウスの役割を持つとする政府の計画があったと報じた。ありがとうございます。